こんにちは、サチです。今日はですね、旦那っちに1億円をあげたいと思いますっていうのも、私も1週間ぐらい前に聞いたっていうかなんですけど、先にネタバラシしますね。じゃーん、1億円札、1万円を折りたたんで、これ聞いたことありますよね。で、私も最近知ったんですけど、なんかこの1億円札とかこういう風にしてお財布に入れてたりすると金運が上がるというか、お守りみたいなのも含めいいらしいんですよね。なんかワクワクしそうなことを言われてたので、私は速攻やってみたんですよ。で、旦那ちにもちょっとプレゼントっていうか、やってみたらって言おうと思ってたんですけど、もう明日バレンタインなので、チョコレートあんま食べないので、この間買ったダウンジャケットと1億円にしようと思います。で、私は聞いたらすぐやってみて、まあ、なんかいいことあったらいいなとか、壺を買ってくださいとか、パワーストーン買ってくださいとか、そういうことじゃなくて、お財布に入ってるお金を追って、まあ、使わないようにっていうかしておくといいっていうことなので、速攻やったんですよ。でも旦那っちは多分、これあげるとするじゃないですか、多分嘘だねから入ってそれで、そんなんしたらみんなお金も1億円もらってお金持ちじゃんっていうタイプだと思うんですよ。いや、そういうことじゃなくって、なんかあるかも、それでいいことあったら嬉しいな、ルンルンみたいのがやっぱいいらしいんですよね。笑う角には福来たるじゃないですけど、そういう気持ちが上がることが大事みたいなんですね。で、これは1万円なんですけど、1000円とか5000円とかでもよ、何でもよくって、なんか気の持ちようっていうか、でピン札かピン札じゃないかっていうのも、自分がご利益新品の方があったら、あ、新品の方、新札の方が効くなって思ったら新札にすればいいし、1000円をこうやってやったら100万円札になるので、そういうのを入れといてもいいらしいです。年収がこれになるようにってお願いしてみてもいいし、月収なのか、まあでもこれ入れといてちょっとでもなんかいいことあったら嬉しいじゃないですか。なので、ちょっと旦那ちにもプレゼントしたいと思います。もう今帰ってきちゃうので、今急いでやってるんですけど、これをちょっと封筒とかも用意しようと思ったんですけど、今時間なくって、めいっ子と遊んでた折り紙に包んで、これで後であげたいと思いますなんていうか、要するに楽しく生きようっていうことなんですかね。なんか宇宙学とか そんな感じみたい後でやってみます。今日は何の日？1億円、確かに1億円だねお財布とかに入れておくとね、金運があっていいことがあるんだって。レイちゃん、1億円。それだって
レイちゃんからのプレゼントペロ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 じゃダメだよ、いつもペロペロしてるレイちゃんプレゼントちょうだいよ、レイちゃんちょうだい1億円ゲットゲットだけでいいじゃん、ゲットだぞ1億円ゲット、もらっていいの、お財布に入れとくんだよ、使っちゃダメだろ、そうおかしいね、なんで使っちゃダメなんだよ、レイちゃん1億円あれ、なんかこっちに1万円ある、じゃあ1万円ちょうだいダメね、私のそこにね1億円あげたから1万円ちょうだいダメだね、レイちゃんね、1億円来るかな、ルーンっつって1億円をゲットするには宝くじも買わないと当たるか当たんないかも、かな年収かもしれないし月収かもしれないし、買わないとダメだよ、買えば1億円が舞い込んでくるかもしれない、買わないと舞い込んでくる、怒ってこないからね怒ってくるかもしれないじゃん、怒ってこないよ1億円、じゃあパチンコ行くか、レイちゃん、パチンコで1億円出ないね、この1億円札を使わないといけないよね、ダメだね一回使わないと秒殺で終わるじゃん一回使わないと1億円出せないじゃん、じゃあ今日かな明日かなっつってルーンって言っててたらいいことあるんだよ、いや明日いいことあるんだ、仕事で1億円が発掘される、発掘されませんそんな夢物語はありません、埋蔵金みたいな話金塊出ちゃうかもしんないよ、だってレイちゃん3分で出てる、5掘れワンワンやってくれた方がいいよ、そしたら掘るよパパ、だって何で掘んの、ユンボ、ユンボって何、え会社からユンボ借りて、ああショベルカーのこと、ショベルカー、ルン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 、おまけ今日私美容院に行ってきたんですよ、で髪、まあ、染めて傷んでるとこちょっと切って、あの旦那ちね美容院私が行ってくると気づいたアピールめっちゃするんですよ、美容院行ったのなんですけどすごい切ったねって言われて、いや先っちょちょっと切っただけ私じゃあすごいすいたね、すいたこんだけしかないの、いやハーフアップにしてるからあるんですよやばくないと、でも気づいたアピールしたいんだよね、れいちゃん、バイバーイ